今回はですね、ヨーロッパで人気のイタリアですね、のローマ、イタリアのローマのフリープランのですね、ご案内をしたいと思います。日付限定で価格がかなりお得になってますので、ぜひご利用いただきたいと思います。ローマといえばですね、バチカンとか、あとはコロッセオ、それからトレビの泉とかですね、そういったいわゆる観光地、みんなが知ってる観光地がたくさんあります。なので一度は行きたいところになっていると思いますけれども、食事ですね、これが最近は、注目されてまして、いわゆる地元の、バーとかレストラン、こちらでストリートフード食べましょうという、ツアーなどもあります。で、飲み物もですね、ワインだけじゃなくてですね、今結構ローマで流行っているのが地ビールですね。もう地ビールの種類が、日本でいうとそうですね、日本酒みたいな感じでものすごくたくさんありまして、地ビールバーで、地ビールをいろいろ飲み比べながらですね、美味しいものをつまんでいくというのも楽しみの一つになっています。で、例えばストリートフード食べ歩きツアー、これガイド付きですね、こちら78ユーロからというツアーもございます。それからですね、あと教会ですね、教会でのリサイタルコンサート、こちらも20ユーロから、これいろんなですね、パターンがあって、種類も多いです。教会でのコンサートですね。それからもうメインの観光といえばもうバチカンですね。バチカン博物館と、そしてシスティーナ礼拝堂ですね。こちらのツアーが55ユーロからですね、という形であります。その他見どころたくさんです。街歩きも楽しいということになります。で、ホテルが今回ここ今表示してますけども、これはホテルの上の方、屋上近くですね、 のレストランのテラス席という形になります。4つ星のホテルで、そんなに高くもないけども立地も良くてですね、内容もいいというホテルで、ウナホテルデコローマというホテルを選んでます。だいたいですね、場所としてはテルミニ駅、ローマの中心にはテルミニ駅があるんですが、テルミニ駅からですね、地図で言うと、南西ですかね、の方に街が広がってます。ちょうど、駅からですね、南西方向に100メートル行ったところにあるホテルになります。もうデザインもですね、新しいデザインで、リフォームしておりますので、とても綺麗です。で、人気もあります。で、こちらに泊まるプランをご案内しています。で、飛行機は福岡からのですね、大韓航空を利用してソウル経由で行きますが、ソウルでの乗り継ぎ時間、これも行き帰りともですね、そんなに長くなくてですね、スムーズに乗り継ぎます。荷物は、行きは福岡ですね、預けた荷物は受け取ることなく最終目的地まで、行きますので、乗り継ぎ地点では人間だけ乗り継げばいいというですね、ことで搭乗口の移動だけになりますので簡単です。帰りも同じような感じになります。その、プランで3泊5日、こちらでですね、15万3000円、これ、7月と9月のですね、もうこちら書いてありますけども、日付を限定して販売しております。所税が8960円かかりますけれども、かなりお安くなってますので、ぜひお早めのお問い合わせをいただきたいと思います。魅力のある本当ローマ、こちらフリープランでいかがでしょうか。